三丁目の夕日は、西岸良平による日本の漫画作品。及び、それを原作とした、アニメ、実写映画作品。ビッグコミックオリジナルにて、1974年9月20日号より、連載中。しかし、2013年4月20日号に、体力の衰えなどの理由に、月一掲載のご挨拶を行い、以降は、毎月一本の連載となる。 単行本は2021年3月現在、68巻まで観光中。1981年度小学館漫画賞を受賞。2007年10月時点で、累計発行部数は1800万部を突破している。昭和30年代の東京、その片隅にある架空の街、夕日町3丁目を舞台に、そこに住む無名の人々の日常を描いている。 一貫したストーリーはない、一話完結型の作品。連載開始から40年以上経った2016年現在も、連載が続く、大長寿漫画となった。中学国語の教科書に教材として掲載されたことも、ある。登場人物はレギュラーのみのもの、その話に関係ある名前がついた一話だけの大人や、学生のキャラクターを中心としているものの2種類がある。また、 子供のレギュラーのキャラクターでも子供が成長して学生になったり、就職したり、結婚したりする話がある。キャラクターの名前の一部は実在の人物や世相をもじったものも多い。キャラクターの家庭のほとんどは何らかの形で不遇である。家業が倒産したり、親や兄弟を失っていたり、病気になっていたりする。キャラクターの時系列は考慮していない。 小学生の加藤指定の祖母が死去した後に元気な姿で登場したり、4年3組の児童が5年に、進級した話の後に4年生として登場したりする。単行本には、夕焼けの歌というタイトルがついているが、これは、静願の複数の作品が合わせて収録されているため、あくまで静願の作品集という定裁で、単行本固有のタイトルにしたものである。ただし、 収録作品のほとんどは、三丁目の夕日からのものになっている。夕焼けの歌第一巻の作品はすべて、プロフェッショナル列伝、二巻七巻は、西岸のデビュー作及び、初期の短編集となっている。他にも四巻に、収録の、かくれんぼ、振り子時計の、か、五巻の、サーカスの夜、星亀の夢、五月の逃亡者、六巻の幻界、幻会、 気候、7巻の、影絵の部屋、9巻の、良子の不思議な力、僕たちの青春、10巻の、海岸通り、11巻の、虹色坂の会、16巻の、海の動物園、20巻の、コスモゾーンなどの一部の話は、ビッグコミックオリジナル増刊号などに掲載された、読み切り短編である。なお、近年発売のコンビニ販売の連歌版、シリーズ、傑作集。 文庫版、他特別編などは、すべて3巻以降からの収録である。2002年にはアニメ、釣りバカ日誌の CM 枠である、ビッグコミックオリジナル CM 劇場の中で数秒間、水彩画風のアニメーションが流されている。また、1979年から1980年にかけて、太陽神戸銀行の雑誌広告やポスターに起用されていた。 1990年10月12日から1991年3月22日までの半年間本作を原作としたアニメ作品が MBS が制作 TBS 系全国ネットで放映された。ほとんどの地域では早々に放送を打ち切り、後半エピソードは1991年4月13日から同年10月6日までの間。 MBS のみの関西ローカル放送となったでも2003年10月から2004年3月にかけて毎週日曜日6時6時30分に全エピソードを放送した。金曜での MBS 制作 TBS 系列の全国ネットアニメは木曜深夜から移動したスーパーアニメイズムまで28年と3ヶ月間放送がなかった。2005年には オール・ウェイズ三丁目の夕日というタイトルで実写映画化され大ヒットを記録した。2007年にはその続編としてオール・ウェイズ続三丁目の夕日が制作された。また2012年にはオール・ウェイズ三丁目の夕日64が 3D 映画として公開されている。原作漫画はオール・ウェイズ三丁目の夕日公開直後のビッグコミックオリジナルで 関東カラーになっているが、夕日町三丁目にやってきた謎の観光バスの乗客が急取り式便所や六さんに散々文句を言って帰るという映画版の設定改編やノスタルジー描写を逆手に取ったブラックユーモア界であった。映画のヒットを受け、2008年に明治座にて舞台化された。映画とはストーリー、キャストが全く異なり、 新たな作品として制作された。ありがとうございます。